今回はこの20代のうちに楽しめ、学生のうちに遊んどけ。このアドバイスがどれだけゴミなのかを、まあ、みんなに徹底的に伝えていきたいと思う。俺今23歳で、19の時に変わるって決めたんだね。まず稼げるようになるってこと。と、コミュ障を克服するってこと。かっこいい体を作るってこと。ね、そういったところ、自分の人生逆算して、この3つあれば、多分いい人生になるなと思って。決めたんだよね、その時。俺は今を犠牲にして、これらものみ磨くって。もちろん遊んだよ。もちろんそこから一切遊ばないで、今まで頑張り続けましたとは言ってな、ね、い。その遊んだ時期もある。だけど、基本的に俺はメインを自分自身の人生のプランに捧げた。今を犠が 100人いない時も投稿し続けてたから、登録者3000人で2年間ずっと一切伸びなかった時も投稿し続けたから、それで今があるから、もちろんまぐれだとか偶然だとか、そういった言いたいやつがいるのは知ってるし、そういった思いたいのは知ってるけど、だけどこれは努力があったからこそ起きたことなんだね、その逆算して自分が立てたプランを遂行し続けて起きたことだから、まぐれじゃないんだよね。で、今では俺はもう時間的余裕がある、経済的余裕がある、果たして俺は頑張ってた過去の自分を後悔すると思う、動画投稿し続けた自分に対して後悔すると思う、もっと遊んだけどよかったねって言うとも、あの時俺がもし適当に生きてたら、逆算して自分のプランを遂 じゃんよ。そのプランを遂行して今の自分を作り上げた自分に対して感謝してるってめちゃくちゃ感謝してるってでもううでもう17、18の時点でやってたと思う。始めてたと思う。もし俺が大学生やった時他の男と同じように適当にしてたら今の自分ないんだもん他の大学生と同じようにその時を遊んでたらその時を楽しんでたらその時を犠牲にして自分自身に時間を使ってなかったらめちゃくちゃ後悔したのそっちが一番後悔すると思うそれでもし好きでもない会社に就職して好きでもない仕事をずっとやってくはむよになってたらでラットレースにはまって毎日カツカツで抜け出せない状態にはまってしまってたらそっちの方が後悔するってだから今を楽しめとか20代のうちに遊んどけってアドバイスはゴミよ じゃあ今頑張らないでじゃあ30になってから頑張ろうっつって遅いじゃんもう30から頑張ってじゃあ例えば40で金持ちになったとする、ね、40でかっこいいから作ったりするもしくは5060で金持ちになったりする遅ければ遅くなるほどもったいなくない5060で女性にめっちゃモテるのと20代後半30で女性にめっちゃ持てるのどっちがいい 50代60代で1億円銀行口座にあるのと30代で1億円銀行口座にあるのどっちがいいどっちが楽しめる人生どっちが好きなところに旅行できるどっちが好きなことできるどっちが好きなビジネス始めれるどっちがエネルギーあるもっとじゃあ分かりやすくしたら80歳で1億円銀行口座にあってみ何ができるその金で何もできないか年を重ねば重ねるほど無駄にやっていくわけよ持ってる金がだから俺は早い段階で準備空きをして収入を作るかっこいい体を作るでその後楽しめいいんだなって思 だって維持するのは簡単だから一回かっこいい体作ってしまえば,例えばそのかっこいい体作るのに週5でジム行ってたのが週2でも維持するだけあったら維持できるんだねお金もそう最初のうちはめちゃくちゃ頑張らないとお金稼げないけど一旦お金稼げるようになっちゃったらあとはもうそのシステムがお金作ってくれるから維持はクソ簡単なんだよねでなんでこの有利な状況を作るべきっていうのがもうあからさまなのにそれでもこの人生失敗してるやつらの今を楽しめ若いうちに楽しめっていうアドバイスを聞いちゃうのそれお前の人生を滅ぼしてるんだよほにそれを信じちゃったらお前そのアドバイスをしたやつらと全く同じ人生を生きることになるよまだ若いんだから楽しみな 楽しんだ結果そいつみたいになっちゃうんだよいいの これ良くないと思うんだよね。で、長年のライフスタイルが蓄積していくわけよ。十代、二十代、三十代。で、その時に作り上げてしまった瞬間の快楽っていう、このライフスタイルが、お前の体にも影響を及ぼして、マインドにも影響を及ぼして、収入にも影響を及ぼす。すべてに影響を及ぼすんだよね。お前の人生の選択すべてに影響を及ぼしていくんだよね。だから今を犠牲にして、少年のために生きる。自分の人生を逆算して、今やるべきことに集中する。これが大事なんだよねで。俺は、今、学生のやつ、二十代のやつ、三から五年犠牲にするべきだと思う。俺はもうすでに二年間、三年間は犠牲にした。もちろんそのスパンの中で遊んだ時期もあったた。た。た。けど、基本的的にににには自自自分分分集中しししをを優優先先のの長期的なプランを優先にしたその結果今がある。 俺はあとプラス3年4年5年また犠牲にしていこうと思ってる。で、本気で自分が欲しいものすぐ手に入れたら少し力を抜くと思う。30代になって、別に今ほど頑張る必要なくなったらちょっと力抜くんだね。で、彼女作ったり、俺も将来子供欲しいから、ね、そういったもっとコミュニティだったり、出会いだったり、そういったところの人生実際に楽しむところ、ね、旅行だったり、新しい習い事だったり、そういったところにもっと時間使っていくんじゃないかと思う。だけど今はそれが将来できるようになるために、逆算して自分が立てたプランにべてを捧げるんだね。時間を捧げるんだね。エネルギーを捧げるんだね。だから今の楽しむべきなんじゃないかって思って、頑張ることはできてないやつ、考え直し方がいいよ。今楽するのか後で 苦しむのか今苦しんだあと楽するのかポイントは今苦しんである程度いい現状作っちゃえば30代以降の人生長いわけよ人生って100年もしかしたら120年になるかもしれない俺らの年代のやつらはだけど少なくとも100年ぐらいあったとして30歳でも残り70年か80年てたるわけじゃんどっちで苦しみたい今20代のうちを犠牲に例えばじゃあ5年間10年間苦しんで残りの人生一生楽するのかそれとも20代適当に過ごしてラットレースにはまってその後三30代40代50代60代ってずっと苦しむのかどっちがいい 先に銀行口座に一千万貯めればお前はその一千万で何か始めれるわけよ。何か始めれる、もしくは投資始める、もしくはそのお金が膨らむ可能性ってのは結構高いわけよ。だけど銀行口座に百円しかなかったらその百円はどうあがいても膨らまないんだよね。だから今できる限りお金を稼いでお金を貯めて、そのお金でまた新たにお金を増やす。ビジネスを始めるなり投資を始めるなり何らかの方法で自分自身で自分の人生を楽にしていくっていうのが賢い選択だと思う。で、その方法が今を犠牲にして、しょうために頑張るってことなんだね。で一生頑張り続けろって言いたいわけでもない。ね、一生ね死に物狂いで毎日きついいい日々を送れって言いたたわけじゃないね。たまにぬくするのもないだし、しかもある程度自分の欲しいもの手に入れたら、 力抜くの全然 OK だと思う。だけど自分の欲しいものは手に入ってないうちから楽してるのは、それは一生自分の欲しいものは手に入らないよねって話。だから俺はここまでチャンネルを通して、長期的に考えろって、短期的を強制で長期的に考えろってずっと言ってきた。それが何よりも大事なことだと思うし、短期的思考できてていいことは一つもないと思う。